三菱は小型 SUV のエクリプスクロスを改良し2023年モデルとして北米市場に投入します S-AWC を全車標準装備317万円から北米三菱自動車販売株式会社マムナはクロスオーバー SUV のエクリプスクロスの2023年モデルを発表した世界ラリー選手権のスペシャルステージやダカールで勝利を 収めた三菱のモータースポーツに由来する S-AWC が特徴だ。2023年モデルのエクリプスクロスは25,795ドル、317万円からで E 以上のグレードでは Apple CarPlay や Android Auto などを含むテクノロジーと快適性を兼ね備えている S-AWC は全グレードに 標準装備される。新デザインの18インチホイールや、標準装備の LED ヘッドライトとフォグランプに加え、一部のグレードではフロント及びサイドのトリムが変更されている。2023年モデルにおいては、ES から最上級のセルツーリングまで、2022年モデルで導入されたすべての改良点を引き継いでいる。エクステリアを一部改良。特に、エクステリアデザインにおいては、 フロントの三菱のダイナミックシールドを刷新したほか、リアハッチや窓は再デザインされている。フロントに関して言えば、ボンネットとバンパーを一体化し、特徴的なダイナミックシールドグリルをスポーティかつ大胆に表現したという。ボンネット先端には、薄型でハイマウントの LED データイムライトとウインカーを一体化して、 配置しているヘッドライトとフォグランプを低い位置に配置することで対向車のドライバーを減惑させないようにしたとのことだリアはシャープな六角形リフトゲートを採用し三菱製 SUV の象徴であるリアマウントのスペアタイヤをイメージしたデザインになっているまたリアウィンドウもスタイリッシュかつ広い視界を確保できるようにしたという LE、SE、セルの各グレードには 新デザインとなった18インチのアルミホイールを採用している。さらにセルではサイドトリム下部をボディ同色とし、SE ではシルバーのフロントバンパーガーニッシュを追加している。152PS の1.5リットル直噴ターボ搭載。搭載されるエンジンは1.5リットル直噴ターボとなる。最高出力は 152PS5500。 RPM 最大トルクは2 5 4 k g m で CVT が組み合わされるスーパーオールホイールコントロールを標準装備し路面や天候に左右されることなく直進安定性と信頼できるコーナリング性能を持つという S-AWC はアダプティブスタビリティコントロールや ABS それにアクティブ用コントロール エヴァイ C を統合し、ブレーキと電子制御、センターデフによって、後輪と左右の車輪に駆動トルクを分配する、全グレードに S、AWC を標準装備することは、ブランドの信頼性に対する、こだわりの一端を担っているという、先進の運転支援システムを多数装備、さらに安全性へのコミットメントを構築するため、歩行者検知機能付きの衝突軽減システムや、 車線逸脱警報を含む先進の運転支援システムを全グレードに標準装備した上級グレードである LE、SE、セルにはオートマティックハイビームアシストやレインセンサーワイパーなどを標準装備している SE およびセルではレーンチェンジアシストやリアクロストラフィックアラート付きのブライドスポット警報システムが標準装備だ新車購入時には10年 または16万キロメートルのパワートレイン限定保証5年、または9万6 0 0 0トルの新車限定保証7年、または16万キロメートルのタイ腐食保証など、業界トップレベルの保証が付属するとのことだ。